いやいや、もっと話からあるじゃん、遠くからのみたいな。というわけで、今回あなたにやってもらう生活は1日1000円で何キロ太れるのかです。イエーイ、太らすなってもう俺を。まあそうなのよ。結構今まであなたいろいろやってきたじゃないですか、半額生活とか、まあ、あのコスパ系の、コスパ系の生活ですね。やりましたね。だ今回はあの激安食べ放題生活とかね、はい、まあ、今回その1000円本当に1日自由に使っていいんで、今までの企画で使った知恵を使って1000円でなんとか増量してほしいなと。でこの世にはやっぱね、増量した人もいるんですよ。まあ本当に太りたい人っているよ、ね、太りたい人います。結構友達もいるわ、太れないみたいな。非人道的な太り方やめてください。はい、はい、小麦粉を全部溶かして飲んでそのまま寝るとか、いや、そんなやめてください。なるほど、ちゃんと美味しく真似できるような形で、はい、1000円で太るならもうこれだよっていう動画を。二郎なら2000カロリーぐらいあるけど700円ぐらいかかるしみたいな。そうだよね、安いけどでもまだあるよね多分。明日の朝から1日、はい、やってほしいなと。まあ、でもコスパ系は本当にやってきたんで、うん、割とその東京とかにあるマジ安くてカロリー取れる系は知ってると思うんですよ、うん、僕、うん、なんでそれをちょっと存分に活かして太ります。1000円で。おはようございます。1000円激太り生活始まりました。もうこの生活朝は早いですよ。今朝7時でございます。これからとある場所に行ってガンガン食べたいと思います。ということで、電車で長いこと揺られまして池袋駅に到着しました。あのモーニングで食べ放題のお店があるらしいんで、しかも1000円以下で、そこに行きたいと思います。やっぱりね、食べ放題で己の限界まで食べるというのが何よりも一番コスパよく太れるんじゃないかなと思いますんで、頑張ります。モーニングなんと390円でした。え、牛丼一杯じゃん、すごっ。食パン食べ放題で、しかも直接トーストできるんです、自分で。なんで焼きたての食パンが食べ放題、このスープが飲み放題になってまして、今日はエスニックのミルクスープと、あと箱根っていうお野菜と大根ベジタブルスープになります。これだいぶ太れるんじゃないですか。よし、はい、ということで食パン4枚焼きました。よし、食うぞ。なんか海外のお店みたいな雰囲気ですね。わー、美味しい。それじゃあバター増し増しでいただきます。おはようございます。うまスープ、うまっ。今回の目的はね、太ることなんで、スープとか意外とでかいと思うんですよね。1枚食べた。はい、じゃあ2枚目いきます。うえ、お腹いっぱいできた。スープどっちもくらいでいきました。
ごちそうさまでした。あ、腹パンパン。結局食パン5枚とスープ5杯飲みました。あ、疲れた。やべえ、せっかく早起きしたっていうのに炭水化物取りすぎてもう眠い。はい、で今やっとお腹空いてきました。昼過ぎでございます。あと610円あります。その610円で何をするかと言いますと、こちらです。じゃじゃん、業務スーパーでございます。で一回僕業務スーパー500円生活やったんですけど、あの時にね、業務用スーパーで500円で3日行けたんですよ。その時にめちゃくちゃ安いものいっぱいあったのを僕まだ覚えてるんで、それを今から買いに行きたいと思います。来た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 、これ名物19円うどん、19円きしめん、19円焼きそば、そして僕が買いたいのはこちらです。1キロ業務焼きそば、無条件に1キロ取れる。これですっげーだけど、これおもろ、ちょっとさすがに買うかこれ。はい、ということで帰宅しました。購入したものこちらでございます。でーん、業務用1キロ焼きそば、まあ、これはもうすごい座布団みたい。これが150、60円ぐらいでしたね。これも84円とかでしたね。でちょっと面白かったのはこれですね。こんなでかいエビフライが200円ぐらいでした。まあ、今回はちょっとお腹に溜めるっていうのもそうだし、ちゃんと皆さんが実践できる美味しい形にしたいので、これもっとみんな買ってほしい。これすごいもん、マジで重っ。確定で1キロ太るやん。これ全部入れられるから、ね、やばすぎるこれ。マジか、なんじゃこの量、食えないってこれ。うわ、腕疲れる。醤油、うわ、ちゃんと立派なエビだわ。うわー、良さそう。やばくね？これお母さんが作るやつよりうまくね？マジで食えないってこれ。うわ、やば。あ、このカリカリエビフライを乗せる乗せる、うまそうすぎる。これはすげえ。よし、これで大人様プレートです。いやこれすごいでしょ。エビフライ10本、1キロの焼きそば、はい、完成しました。これ食える気しないんだけど、やば。いやでもめっちゃ美味しそうじゃない？ちょっと東京弁みたいですか。でこれ全部でだいたい450円ぐらいでした。目黒二郎小より安いよ。はい、じゃあエビフライからいただきたいと思います。大人様ランチいただきます。うんまっ、うんまっ。え、かば焼きさんぐらいの値段ですからね。わ、うますぎ。待って、めっちゃうまい、感動した。うん、うまっ。なんかマックス鈴木さんみたいになってない？俺。うん、はーい。
すぎて急激に炭水化物取ったんで眠くなっちゃって寝てました。よし再開します。いただきます。うん、味は全然美味しいですよ。ただ本当にもう飽きた飽きた。マジでうまいな。ああ、きっちい。笑えないぐらいきつくなってきた。残りあとちょっとやりました。よし。いやマジで縛りライフですわ。頑張りました。高評価お願いします。今10時過ぎたところなんですけど、マジでお腹いっぱいです。久々にこんな食ったよ本当に。残り2時間まだあるんですよ。でまだ150円ぐらい残ってると、これは行くしかねえなということで、最後この時間はドン・キホーテに行きたいと思います。この時間のドン・キホーテはマジで半額ばっかりで超安いんで。来たぜドン・キホーテ、なんかあるだろう150円で。え、うな玉うなぎ入ってる150円。来た、海鮮丼215円。おにぎりコーナー全部半額。おにぎり50円。やばい、神がかり的に安いの見つけた。43円でおにぎり。やばすぎ。はい、お腹がパンパンすぎて何も食べる気が起きないので、風呂に浸かって水抜きします。買ってきました。はいはいはい。残りね154円かな、残ってたんですけど、51円のものを3個ちょうど買いました。最後にこれぶち込んで終わりたいと思います。もうあと30分で日付が変わるってとこなんですけど、いきます。いただきます。安すぎでしょ。鶏五目50円はすごいね。いただきます。本当今日はね、朝早くから深夜ギリギリいっぱいまで本当に玄関前食い切りました。もう無理です、お金もないし。はい、ということで明日果たして何キロ太ってるのかご期待ください。おい、足見せんな。え、だって脱毛してるから。1日経過しました。いや、なんか結構すごいの食べたみたいな。すごい噂によると朝8時から深夜の11時40分ぐらいまで食ってたからね。マジでね、ためになってる人いると思いますよ。こんな1000円で食えるの、これこんな値段なんだよ。まあそれ体重なんで検証は、じゃあ分かっていきますか、はい、検証前体重が72キロですね。なるほど、太ってる
感じなの？え、太るぐらいは食べたの？いやだって冷静に考えて 1.3kg ぐらい太ってもおかしくないのよ。入れてるからそれぐらい。なるほどね。まあでも1日経過しましたからね。じゃあ行きます。お、え、おお、いやまあ太ったけどさ、お、俺1キロ入れてんぜ腹に。結果72から72.6。そっか、朝出しちゃったからちょっと。ああ、運として。そうそうそう。え、いやでも太ってるか言うて1日で600、1000円であんなに食べられるってすごいっていう今回別に太ってるとか痩せてるとかどうでもよくて、そうじゃない、1000円でこんな食べれた自分がびっくりしてる。いや自分でびっくりしちゃって、いや 俺うまって思っちゃったもん。999円ぐらいまで使い切ったんだけど。逆にこれ以上あるなら教えてくれと。教えてくれよなんで俺は食べてないで1キロ痩せたんだ。なんでだよ。人体で不思議ですねっていうことで。マジでわかんない個人差ってやっぱすごいね。皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。そしてハルくんが来てるね、シバリティ、はい、販売中ですのでぜひチェックしてみてください。お願いします。バイバイ。バイバイ。